朝が来た。第14週。新春。恋心の行方。第83回。あらすじ。山本平蔵と一緒に、日野彦三郎が、鹿屋へ来て、若旦さんに、落とし前つけてもらいに来たんやと、怒鳴り散らします。栄三郎が出て行くと、彦三郎は、あんた、冬を嫁にするか、目かけにするか考えてくれただろうな。と、勘違いしてました。朝が、どないかしましたか。と、出て行きますが、彦三郎は、朝のことも覚えてません。山本が、冬を通りで見かけ、ついて行ったら、冬と新次郎が寄り添っていたのです。さらに、冬が、キスケに泣きついていたのも目撃していました。ストーカーみたいですね。キスケが入ってきて、冬さんが、尻が軽い言うのは誤解です。ほんまは、全部当てが悪いんですと、説明しました。冬が、違います。悪いのは、うちなんだす。堪忍だす。お父ちゃんと、謝ると、彦三郎は、冬を叩きました。山本が全く動かないので、キスケは、待てやったら、どないなことがあっても、惚れた女は必ず守りますと、ピシャリと言いました。冬に手当てをしてもらったキスケは、よ、嫁になってくれへんか。待てのお嫁さんに納得なはれ。あんたを思う気持ちだけは、誰にも、負けしまへん。待てと一緒になってください。と、プロポーズします。冬は、お嫁さんにしてください。うち、キスケさんのお嫁さんになりとおますと、OK しました。本当によかったですね。続く。